イギリス政府は変異した新型コロナウイルスの感染拡大を受け1回目のワクチン接種を優先する方針を打ち出しましたが医療現場では混乱が続いています。 ジャリンド・ドワラーさんが研修医として働くロンドン近郊の病院では、ファイザー製のワクチンについて今月上旬から2回目の接種が始まる予定でした。しかし、イギリス政府が1回目から2回目の接種の間隔を当初の3週間から最大3ヶ月に延長したことで、接種予定だった人へのキャンセルの連絡などで混乱が続いているということです。ファイザーは、 安全性と有効性が確認できないと反発しています that. That 急転直下で科学的な証拠に基づかない方針転換に医療現場では政府への不信感が募っています